今回の味わい茅ヶ崎旬な情報は、茅ヶ崎で大切に育てられた牛茅ヶ崎牛をお届けします。市内芹沢にある斉藤牧場、こちらの牧場ではおよそ140頭もの牛を常時飼育しています。早速生産者の斉藤さんにお話を伺ってみましょう。うちでは今餌にこだわりを置いてまして、全部で12種類の餌を独自に配合して与えてるんですけど、その中でも珍しいって言われるのが海藻だったりミネラルを含む餌を与えてるんで、すごく油に甘みが出るようになってると思います。水にもこだわりを持ってまして、今地下70メートルから汲み上げた水を牛に与えるようにしています。斉藤牧場では丹精込めて育てた茅ヶ崎牛の直売も行っています。食肉の直売は市内では初の試み。斉藤さんに直売所を始めたきっかけを聞いてみました。茅ヶ崎に牧場あるの？とか結構言われることが多くて、地元の人でも結構知らない人が多いんで、地元の人にまず知ってもらいたいっていう気持ちで直売所を始めました。地産地消もブームなんで、少しでも地産地消貢献できればという思いもあり始めました。うちでは今こういう形で販売しています。お肉の味を味わっていただきたいんで、塩コショウで食べていただくのが一番おいしいと思います。大切に育てられた茅ヶ崎牛、直売所の常連さんに伺ってみました。匂いがあんまり臭くないっていうか、あと油もすごい甘い感じがします、はい、でいつも新鮮で美味しいお肉を提供していただけるので、そういうところはやっぱメリットですね。命をいただいているっていう感じはすごいしますね。今回ご紹介した茅ヶ崎牛は、市内のこちらのお店で味わうことができます。またスーパーマーケットクラウンでは茅ヶ崎牛を購入いただけます。美味しそうでしょう。地元で育った茅ヶ崎牛、ぜひ皆さんも食べてみてください。